投げる投げる早く遠慮してた人あなんだなんだおおおやったやったこうやって感じ知ってる気持ちいいって言ってたはいこんにちは村岡正成です森でーすチャリでーすミチですクリですはい、クリの親父、全員チャラいと前田さんがいるあーいやー、ミキー、しかしコンプリートことないじゃないですレギュラー全員9、前田さん除く全員集合ということで今日は、秋の触らずり鬼門、やや鬼門のいやまあ、こんだけいれば誰か釣れるでしょ触ら坊主になったことがないっていう人がいるそう、相性抜群なんですよへぇー、もう、どうも行くぜ今日は横浜のアンリミテッドさんで新鮮させていただきますよろしくお願いしますおはようございます太陽ロボットのおじさんが一人紛れ込んでるじゃんここ違うよあっちのダンカーだよあっちですよ、こうじにこれやばいでしょもう、まあ、なかなかね、サワラでも釣れるってダブルヒットに備えて、まあ、中森さんまで乗ってるんで釣るしかない村岡さんの時って今日は私キャプテンがいるから大丈夫キャプテンいるんで頑張りましょうはいお願いします横も釣れるの投げる投げる早く投げて巻く早く何もう反応ないってもう反応ないおじさんたち反応遅すぎてあマジかマジかあ喋ってる場合じゃねえと言葉は聞いてる場合じゃねえんだよあーすごいついてますよ上おあーいる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 いい反応だおみんな無口真剣だいつになくかなりいない早い坊さん何グラムだよ40真似をするっていうか即奪うんですよ何で失礼なこといやいやいつも奪うじゃんいつもじゃないよいつもじゃないよだって久米島奪う久米島よかったなアイザー奪うアイザー奪ったな人が連れてる似たようなルアーとかの自分のルアーじゃなくて自分のパクル遠慮いらないんで遠慮するなどもういいっすか遠慮しないでいくなんだ聞かせよ遠慮いらないって遠慮してた人はここだよ全員はーいここ5場所あるおー来たあ、それ触らだよそれ触らおおすごいおお鼻が伸びてるやばりちゃんやばりちゃんチャリさん本気出したマジかバレろバレろやっぱりさおお鼻ってのはさこうやって来る感じ海洋土木のおじさんが雨軽くなったついてないんじゃないよバレたんじゃねえじゃねえのおい走ってきてんじゃん走ってきてる走ってきてるこっから走るよ船見たら船見たら走るよ船見たら走るよ鹿児島鹿児島もサワラですよおおお願いしますおお上げてくださいおお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 おどうやって釣るの投げて巻くんだよやったー今ね、みんなイラッとしてるから、今みんなすげーこういう感じおおどやー悔しいなんなの意外とするよね、いつもいや、秋葉に釣っちゃダメな人だよね釣りそうか俺もすかさず奪ってんのあのそこが釣れるバーわけじゃないからそこじゃなかったそこが釣れるわけだくたこっちで買わないよじゃないのなんだろう青物っぽいなシーバスだシーバスだはい、やりました楽しそうな声が聞こえてる村岡さん、ファーストキャッチなんか楽しそうなシーバスだなあら、見つめよおっ、おっ、来た
来てる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 。ロボンさんが連れてんじゃないの？もう。なんだなんだ。前出たら前出たら。なんだ何も分かんなかった。なんかついてた。水中班頑張ったよ。何何。何何これ。なんだなんだ。あ抜けた。おお分かんないやつだ。やっちゃった。何もしてなかったんだよ。残念。で、歯型ついてる、歯型ついてない。違う、歯型じゃない。え、なんか、ジップボロボロになってる。うん。いや、これ船べりにぶつけたやつ。あ、そうですね。実際、いい仕事。グラゲですよ、グラゲ。そう、さばく人。今日どうやってやろうかな、と思って。4号？多いな。でもね、そう、2匹欲しいんだよね。ちょっと違うことしたいから。火をたくさん入れるのと入れないのとやろうかな。だからもう魚あるから早く帰りたい。チャリさんってさ口もうるさいけどさリールもうるさいとこあるシャリ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 。うるさく見えるのは髪の毛だけだった。悪口にならないように聞こえるように言いました。今のは悪口判定。こんなことやるようになったんですか、村本さん。昔からですよ。いや、俺初めて見たんだけど、ハリプールなんて。まあ、1本しかないからね。あ、なるほどね。ブレードですぐ舐めるから。静かすぎてつまんないですよね。なりますよ。もう何喋るかさ気使うじゃん。もう釣れた人しか喋れないっすよ。もうだって俺また釣れちゃったら困るから投げれないんだもんさっきから。もう前釣れちゃいますよ。まあ、てか前行ったら釣らなきゃいけない。なんかみんな真剣になってきたからすごい無知だから喋りかけたり。何してる人なんですかとかさ。普段はシーバス釣りが多いです。でこの時期になるとウェディングばっかり。最近は3日前に1匹だけ。なんかねえこのメンバーと釣りして釣れる時ってあるっけ。なんかいつもなかなか渋い展開だよね。俺前回シーバスの時は釣れたからよかったんだけど。なかなか厳しいです。釣りしたことある？ありますよ。この間の SLJ の親父逆襲の時はもう高級魚ばっかり釣れましたからね。いいな。僕はでも船酔いで死んでましたけど。今日はちょっとチャーリーさん魚沈めた恐れありますからね。釣れない方が面白いのにさ釣れちゃったからすごくつまんなくて。早く素直になって聞きなさいよ。どうするんですか。俺の釣りの尺はいらねえから料理の尺いっぱい取ってくれって書いてありましたよね。そういえば LINE で。そうブレインの 140J でいきます。投げて沈めて転カウントしてジャークですかね。おお釣った。おおやったおおやった。足元滑ってますけど。でもなんか跳ねた跳ねた跳ねた。軽いよ。ついてると思うけど。マジか。なんだ。おおすげえ。おシーバスじゃないよ。サワラっぽい。うん。いやもう引き込まれそうになったもん。あ、バレた。なんだよ。魚釣ってんの。ついてる。魚いる。魚いるの。魚いる。うっそー。レンジは？レンジ結構巻いてきてたから上の方だと思いますよ。ほぼ上っ面だ。うん。あ、来た。誰誰？見た見た。あ、なんかついてる。なんかついてる。なんかついてる。シーバスだ。なんだよ、なんで乗らねえ。やったー、シーバス。やったー、シーバス。あら、指でありました。
やりました。いや本当はね、ちょっとラインを直してたら釣れちゃったんだけど。何それ、ラインを直してたら釣れちゃったって。落としてさ、おい、落としてたら食ってた。落として巻いただけ。もう釣れない。投げて巻くだけで。気持ちいい。手上がらない。例えばチャリさんさ、新年会なんだけど、スタジオでやりたいなと思ってて、で何釣り行こうかなって思ってたんだけど、なんか豊洲市場に入って魚を仕入れるところから、釣りはないんだけど、仕入れて手巻き寿司とか、それはあれね、料理のから行くと結構確実性が低すぎるから。新年会やろうぜ、でお店行ってもいいけど、せっかくならじゃあみんなで料理しようよ、じゃあせっかくなら最高に美味しい魚仕入れようよ、で面白そうじゃない、なんか俺とチャリさんともう一人ぐらいで入って、なんかお魚マイスターのさ、いろいろとうんちく聞きながら回るみたいな。クリスさんってね、クリスさんいたら強いな、関係者だからな。豊洲市場は一般ピーポー全然 OK。 うん、ね、聞いたら買うなら大丈夫です、うん、仕入れるなら、うん、俺も子供が島地食いたいと言うから、うん、天然島地買いに行って、うん、養殖とさ天然聞いて、で4000ぐらいで買って、帰り道、まあとりあえず一周しようと思って見てたら、うん、気仙沼のさ 1.5 キロぐらいの超一滴間見て、これはうまそう。うわー、カツこれもください。いやそれこそ15キロのクエなんてさ、いやこれ買って今日集合かけようかなみたいな、普通だったら業者行っちゃうようなさ魚で、それが何もう、じゃあそれはだからコンスタントになるわけじゃなくて、出会えたらラッキーみたいな。し、俺が行った8時台で買い手つかずは、おお、人いた、ドラグが緩い。前、ごめんなさい。あ、そうです。みんなで資源保護しなくていいからね。願ってて。お、いいじゃん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 。よっしゃー。うわー。うわこうやって釣るんだよ。もうさ、魚揃ったから帰らね。帰りますか。なんか風も強くなってきたし。風強くそれも。あれできちゃうじゃん。言われる気がした。なんかちょっと本当みたいな。うまっ。ナイト触るでしょうね。あしゃー。おすげえ、ユシバス？やだな。シバスか。シバシバス。引きが重いな。引きが重いな。突っ込まないぞ。ぐるっと走ればいいけど。ああ、そうだそうだ。おお。あ、これもでかいね。おお、引いてる。うん。じゃあ風も吹いてきたんで上がりたいと思います。落ちた。わあ。だよ。わあ、ダブルヒット。ダブルヒット。ダブルヒット。ああ、割れた。ああ、割れちゃった。じゃあ釣りました。じゃあね、ちょっと風も出てきたんで最後の流しですよ。やっぱやるんだ。まだ炎上してるんですよ。森さん、ね、最後にこうドラマをね、ドラマを見せないとね。オーシャンマーク社長森川さん。美味しい。美味しいな。ちょっとだんだんモヤモヤが出てきたよみたいな。三年見えますよ、モヤモヤが。かつては15年前ぐらいは一つの秋で全然何本釣ったかな、シーバス。1000匹ぐらい釣るぐらいの毎晩行くモサの厚み、名残なの。残骸なの。
B 目でみんな枯れて、それぞれの道行って、もう浮き上がる寸前までウェディングしてたからね。ああ、おいしいな。おいしいな。楽しくない？釣れない人の横でもうちょこぼれ。いつも俺の船で魚持ったり外してるやつもね、モーションマーク。あんま余計なこと言わないようにしてないんだけど。そうなの、ね、カメラ回って業界の人みんな見てんだよあれ。マジで、なんか俺が一回フィッシングショーについてって、うん、まあ、文句じゃないけどこうあるべきだと思うんだよねとか思ったら、はいはい、変わっちゃったじゃん結構。だから見てるんだなと思って。あ、でもね、やっぱりあの一回前にあのシーバス編を見てた時に、うん、あの後に随分見ましたって言って言われた。随分言われた。今日もいっぱい見せ場作ってくださいよ。この展開ならもう見せ場は釣れないで帰る方が見せ場なんですよ。森川社長だけ釣れなかったですね。同情されるみたいなね、みんなにね。シュって言った。ムカつく。またミチさんのなんかなんかミチさんのなんかシリーズ。ミチさんのなんかシリーズ。僕は魚体が見てました。なんかシリーズ。魚体見た。何ですかこれ。サワラですよ。やった。何ですかこれ。危ない。やる。何ですかこれ。ちょっと。何ですかこれ。針針ついてんのね。サバですかこれ。やったー。やったー。サバだな。サバだな。サバだな。危ない。おめでとうございます。やべえ、サバだくせえ。いや、なんか手がくせえなぁ。くせぇ、笑っちゃうかなぁ。いいなぁ、いいなぁ。あー、釣りたいね。早く釣りたい。なんとか一匹釣ってほしいけど。でもこうやって思ってるうちは多分きっと釣れないんだろうね。お、食った？食った。もう味噌すげぇな。ミノ？軽い。あ、これ針ついてないのかな。一番バラしてるでしょ。針一番かけて一番バラしてるでしょ。もうダメだ。もう卒業ですよ、釣り。もう今日のね、出た卒業。すごい。もう卒業。ちょっと刻まず。いやー、参った。いや、今取れたと思ったんだけどもな。釣れない時ってさ、俺の人生何だったんだろうぐらい思うじゃん。こう人生釣りばっかしてきたからこそ思うじゃん。卒業とか言ってる。卒業。みっさんの卒業も500回ぐらい立ち直りの速さね。魚がかかるまで。なんだよ。ミノ、ああ、それ強い。しかもミノ。ほら。しかもなんかシャークシャークしてなった今。シャークしましたね。楽しそう。一番楽しそう。めっちゃ止まった。ああ、バレた。バレてない、バレてない。バレてないよ。バレた。おお、ブローインってやつやんそれ。おお。ミノがミノがミノが。出てる。やべえな、ボンさん。ボンさん来たよ、ボンさん。楽しい。いや、ひげ。楽しくねおお。ミノの方がいいのか。もう釣れる気しなくなってきましたね。ああカットは？カットだ。切られた？切られてない。外れた。外れた。全ミノになっていくのが面白いよね。でかかったよ、ボンさん。それは。俺も釣るぞ。すごい。あれ。楽しいだ。楽しい。ました？ボンさん、ボンさんもいいね。リラックスするわ。タチウオだ。タチウオ。やったー。おお。タチウオ。ちょっと速地上げちゃうから。せーの。おお。まあまあいいサイズ。おお、いいじゃん。ナイスチャリさん。やったー。なんか嬉しいかも。ナイスだよ。ザジカ嬉しいね。
足食った。おお。マジで。うわあ、気持ちいい。おお、走ってる。気持ちいいって言っちゃった。まあイワシ浮いてたからね、今ね、もうこれは大チャンスで勝てなきゃいけないところでしたね。あ、違う違う、すごい背がかりした、背がかりした。危ない。悔しい。あ、でかい。おー、でかい、でかい。おー、あー、でかい。いいね、太いね。すごいね。なんだっけ、入れてないから何がいいのか、これわかんない。ブロイン、ブロイン。なんか引っちゃった。お、さばいてる。うん、ちょっと後で楽したいからね。これは捨ててはいけません。よいしょ。これはね、お砂糖と塩を1対1で混ぜた、これで締めた状態にして入ります。本当は寝かせたいんだけど、今日は今日中にこれ食べるから、帰った頃に少し塩で締まった状態になるから、この状態。わー、刺さってる。え、来た。言わないやつ。言わないやつ。すげえ笑って。言わないやつ。言わないやつ。マジか。起きるんですよ、ドラマは。おお。おお。ほら来た、本命。本命。ほら来た、本命。交通知らず。おお。やっぱね、映像的には見せた方がね、違うから。はい。おお。ありがとうございます。イエーイ。抜けました。食べるまでに 2,3 時間あるんで、そこで結構なんか固まってる。固まってる。なかなか頑張れんだよ。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 見た見た見た。不動産折れた。ちょっと待って、それ魚かかってるの今。魚かかってるよ。マジか。すげえ。魚かかってる。何ですかそれ。魚かかってんの？あ、こんなネタやだ。あ、魚かかってる。折れた。難しい。めっちゃ難しい。面白い。面白すぎるんだけど。竿いらないじゃん。面白い。おお。面白すぎんだけどこれ。工藤さんごめん。こっから折れた。うん。おめでとう。壮大なオチでオチがついたね。これで釣り部も終わりです。で、この後スタジオに行くんで、距離編です。